今年は YO 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 キャビアじゃない、キャビネイル、キャビアじゃないこれ、こんなにいっぱい乗せたことない人生で。明けましておめでとうございます。乾杯。乾杯。オレンジュース。お腹空いてしまいましたね。1月1日初めてのご飯。ご飯食べたい食べたい、何ですか、食べたい、持ってくるよ。チャラララン、チャラララン、チャラララン、チャラララ、チャララ、チャーン、チャン、チャチャン、チャン、チャン、チャン。なんで結婚式？パンパン、パンパンパン。今年のおせちの入場です。今年のおせちは何でしたっけ？中華、和と続き、今年は？よう。よう、よう。パカン。おお。あ、おきれいでございます。エビ？ねえ、うん、おきエビ、うん。と、もろもろ、あ、アワビ。何ですか？キャビアじゃない？キャビネイル。キャビアじゃないこれ。キャビア付きだ。ね、これは何？これ何？チーズ。あ、好き。こういう硬いチーズ。んー、いらない。これなんだろう。スモークって書いてある。ね、なんだろうね、スモーク。あ、いいじゃん、じゃん。え？じゃん、ちゃかちゃん、じゃんじゃーん。ぴょーん。お。パラーン。あ、カズノコ入ってるじゃん、私の大好きな。お、量でもね、うん、カツノコ入りで黒豆も入ってる、入ってる入ってる。迷うよね、迷うね。アワビ、うん、もう、あ、割れてる。やった、これで戦争にならなくて済んだね。2人です。戦争って、え、ちゃんと、あ、おお、結構いくつかに切れてるけど、もう私の陣地に入っちゃったから。いただきます。うまいね、これ。アワビで始まる2022年、幸先いい。やっぱりでも幸先いいって言ったらさ、あんまり食べたことないキャビアとか言って、これなんだろうね、オリーブ、うん、これキャビア、キャビア言ってみますか。人生あんまりキャビアってちょっとしかなんかさ食べたことない、うん、それこそパンにですね。うん、開けません。こんなにいっぱい乗せたことない人生で、うん、キャビア、いくよ、いきますよ、はい。うん、バターパンとね、塩味が合うじゃん。なんかどんな風なのがキャビアかよく分かってないけど、これはキャビアなんだね。あんまり不慣れでさ、キャビアが美味しいかどうかよく分かんない。めっちゃこういうの美味しそうじゃん。うん、うん、うん、なんかちょっとピリッとしたスパイス入ってる、大人の味。うん、ちょっと辛い、なんだろう、ハバネロみたいなの入ってるのかな。え、うん、
めっちゃ辛い。これ驚く。お、そんな。なんか下のくるみまで食べないと辛さで舌が痛い。なんじゃこりゃ。まず数の子食べた和もちゃんとある。うん。数の子のこのこ。やばいこれ。この前スーパーで買ったやつで全然おいしい。うん、これ絶対すぐ分かる。なんか違うって。高級感溢れる。味付けもなんか繊細だし。あ、ま、なんだっけ、モッツァレラ。すごいね。コウノと一緒にいっちゃおう。コウノと一緒に。ハムちゃん危ない。バラみたいな、いちいちおしゃれ。これはサフミを好きな硬いチーズ、オリーブ、めっちゃつまみじゃん。違うチーズ、違うチーズ選手権違うチーズ選手権。これがドライトマトじゃないかな。美味しそうだよ。なんだよ、みんなみんなもう何、お酒のつまみじゃん。ラスクって書いてあるし。本当だパン焼いてきたけど。早く言ってよ、見て見て、ボンジュールここにあったね。なんかつけるもんないなって思ってパン焼いてきたよ、食パン言ってよね、書いてあるじゃん。タクさんもちゃんと見てくださいよ。いやいや、あ、でもこんなんじゃ足りないよ、うちらはい、タスク。本物のキャビアってこういう感じなんだ。もっとプチプチした感じかと思ってた。プチプチ、ね、私は別にこういう感じよ、うん、チーズちょっと入れとこう。チーズ豪華に。キャビアとチーズとドライトマト。うん、うん、うん、おいしい。フォアグラのムースだってちょっと絞ったらないか。結構分厚いね。ね、分厚い。私いちじく好きなんだ。うん、うん、うん、おいしい。うん、トリュフ、キャベツ、フォアグラ、すごいね、食べれてこれ。贅沢おせちだよね。でもフォアグラが一番美味しいかも。うん、おじちゃん、フォアグラ。あん肝みたいな。うん、美味しい。いろいろ美味しい。ホタテ。うん、美味しそう。うん。なんか焼き目ついてる。うん。うん、美味しい。うん、美味しい。ちょっと半生な感じ。うん、おいしい。伊勢海老のトリュフ風味ビスクソース。これ、身が、あ、じゃあ黒いつぶつぶトリュフなんだね。うん、いっちゃいますよ。いっちゃいました。ハワイになってますけど。トリュフの風がこう旋風を巻いて鼻に抜ける。うん、美味しい。Thank you.
した。ごちそうさまでした。これ夜に撮った子ね。うん。どうでしたか？今回のイタリアンのおせちは。まず見た目が本当綺麗だよね。年始のご飯としておめでたいご飯としてはすごくいい。和とか中華のおせちとは違って予想ができない味。ワクワクしながら食べれてよかった。来年は中華かな。やっぱ中華美味しかったかな。は中は洋だもんね、うん。来年中華にするかも。もう早速悩む。1月1日ですけど。そう。来年じゃ楽しく中華のおせちが食べれるようにお仕事頑張ろう。おう。